こんにちは、こんばんは、おはようございます、ギコちゃんです。ザイザナギをさ、ねえ、なんだダッキーだけでやったらさ、やばいんじゃないのっていう、そういう動画行きましょう。ごめんな、こういう動画で、ちょっとね、ユーフェスが忙しすぎてね、こう撮っとくしかねえんだよ、こういう動画をね、許してくれよな。はい、普段からさ、そんなクオリティ高い動画出してないけどさ、とはいえね、さらに下がってる気がするからさ、まあまあまあ、まっさぐりですってことで許して行きますダメージオールちょっと気をつけながら行こう。お、強っ。はぁ、そんな強いんですか。そうですか、強いな、あんた強いね。ビヨヨヨーンつって、相当強いじゃんこれ。仲間当ててくれいいっていう話だもんこれ。強っ。次も当てやす、これ。無難に下からでもいいね、だったら。あ、いや、でも直接当てちゃおう。違うな、下から行こう。これで全員当たる。うわ、強え。うわー、暴力的。で、上、これは、あ、上じゃなかった。これはまあ、強っ。はあ、こんな強い。なんかね、こう追憶の書庫にさ、追加されたからやってみようっていう感じで、まあ、軽い気持ちでやってみるけどさ、こんな暴力的になっちゃったんだね。あ、こんな簡単になっちゃったんだね。なんていうのかな、わかんないや。うん、そんなに難易度下がると思ってなかったな。てか、いいとこ行ったな、全員。そ、ずるい、その場所。最強まであるよ、それ。上当ててから下当てて、あー、それでいいや。いやそれはずるい、それはずるいまであるよ。しかも次当たんないとこじゃん、それ最高じゃん。うわ、これは強い。ちょっと待ってくれ、これは卑怯じゃねえか。うん、ちょっと端っこにいんな良くないから、当てながらちょっと真ん中に寄っていこうか、次の山竹用にね。強っ、バカ強え。でもう一人寄っとこう。オッケー、くっついてるのはでかいぞ。いや、これやべえな。チートまであるよ、この動き。チート疑われちゃうレベルだよ、これ。それはやりづらいな。とりあえず2体は当てとこう。あ、やべえ、ミスはしたけど、最高じゃんこれ。あ、そう、最高じゃん。ビヨーンってなっちゃうから、これ痛いんだよ。ここやな、鬼門は。多分ここやな。なるべく当てたい。それは OK。 すげえ。ダメージオールも気にしなくていいじゃん、この気持ち。そういうレベルの話じゃん、これ。倒しちゃおう。倒せる。うわ、いった、無事に倒した。いや、これやば、 SS たまんねえ。1人しか、あ、だから2人たまってるか。でもこれ前回までたまんないじゃん、これ。おたわってやつ、おたわ、おたわ案件だ、おたわ案件で、いいとこにいるね、全員いいとこにいるね。待って、これさ、究極じゃなくてこんな数分で回れちゃうレベルなんだ今。あ、そう、そう、そうですか。次がちょっと HP 的にね、怖くなってくるんだよな、確か。倒しました。次ちょっと SS で SS3級かね。サク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 っと全員 SS 使えるから、 SS ぶっぱぶっぱぶっぱのマークのぶっぱ寿司でやってみましょう。ん、これはいいとこだ、これはいいものだ。ストライクショット。もっとたくさんのコンパクトが欲しい。クリアリーじゃない、強すぎだお前。あいて。とはいえ、こっからだよ、こっからだよ、この人は。だって SS がさ、オールアンチではないけど結構強いからね。
どんどん上げていきましょう。うわ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 、何にもする必要なかった。これ終わりだ、終わりだ。うわ強っ。確かにありえねえ。いやこの強さありえねえな。これ上手くで使ってるペンちゃんとか化け物じゃねえかお前。これ何 ?4 分ぐらいで出てきちゃうってこと、下手したら。そんな早くなかった ?4 分台 ?5 分いってるかな、ちょっと見てみよう。やった、重心力初クリアだバカ野郎。それはね、まあしょうがないね。あ、5分弱だ。まあ、5分で周回できるって考えたら結構でかいね、これね。はい、ということで、イザナギの時代はまあ終わったと言っても過言ではないというね、そういう恐ろしい動画でした。以上、クソ動画でした。バイバイ。